はい、説明します。残り15分でちょっとディフェンスの背後のところだけやります。まあ前度行くと背後で、ね、速い選手がいたら行ったら1本のパスでそういうボールがチャンスになったりするんで、ここをちょっと意識してやっていきたいと思います。で、そこでやらないといけないのはセンターバック2枚なのか3枚なのか分かんないけど3-3-1 のチームと1-2-4-1のチームとか1-3-2-1-1のチームとかいろいろあって、これがディフェンスで、厚木と、アマトが2センターバックで相手ワントップをこう管理してる感じね。オッケー。で、そこから上がだったらってなったらでんぐり返しして、はい、2人ともね、3人とも3人ともで、コーチが背後にボール蹴るから、いい？オッケー。ボールトレーナーのボールをしっかり処理するで、今大きいのポジションは良かったからそこだけ前で取れるけど、ディフェンス、キーパーの声かかったらディフェンスを、あつきは銀次のしっかりドリブル、走りたいコースをしっかりブロックしてトップにボール触らせないようにすること。OK？ で、もう一枚のディフェンスがしっかりボール球、何か起こることがあるから、キーパーはしっかり声を、キーパーって声をしっかり出すこと。それだけ。いい？はい。で、もちろん、ここからシュートも行くからね。で、ポイントもしっかり取る。キーパーあっち3人いて、キーパーやったら、厚木やって、厚木やったら次フォワードやって、フォワードやったら次アマトンとかやってってキーパーでいきましょう。キーパーやったら、こういうキーパーやったらこういうのもらって、オッケー？はい、いくよ。オッケーでしょ、オッケー、はい。待って、さっきここやったのあつきじゃない、あつきがそこやったら次こっちにスライドする。で、キーパーやったら次ここ、ああ OK？ で、さっき真ん中やった銀次はそこで OK。 いくぞ、 OK、 はい、いくぞ、キーパーの声はいつ出すの？トータ、キーパーの声はいつ出すの？出るとき、もう一歩踏み出したときはもう出るんだよ、取るときじゃないから。オッケー、はい、キーパーチェンジ、はい、一枚チャレンジ、一枚チャレンジ、一枚チャレンジ、一枚カバー、二人でも行かない、カバー、カバー行こう、新カバー行って、新カバー行って、オッケー、次オッケー、ブロックだ、ボールに戻んなくていいから相手に対してしっかりブロックしろ、1枚は
ブロックブロックノーアウトオッケー、はい、ブロックブロック翔太、相手をブロックしろ。ただ戻るだけじゃない、相手はボールに来るんだ。だから俺らは相手のフォワードをしっかり背中をブロックして、キーパーが絶対触れるようにしろ。一緒に戻ったらしょうがないよ。ブロックブロックゴーオッケー。そういう役割をしっかりやらせろよ。ブロックゴーオッケー、はい、ハルト、オッケー、ハンド、ハンド、オッケーよ。ブロック。いいか、それ一つ自分たちキーパーがしっかり伝えたら自分たちがプレーしやすくなるからな。いい。ディフェンスなのかキーパーがボールを取るのかっていうところをしっかり味方に伝えるっていうことをしっかり習慣つけてください。はい、よし、はい、準備していれば恐れることない、こんなボールも、はい、オッケー、オッケー、はい、
ポートまでしっかりやって。そうそうそう、ハンド。ハンド。いいよ、今のサポートオッケーね。そしてキャッチしたら素早くサポートに、なお味方につけてもいい。形でね、一回発進して。どうした？大丈夫か？指を振る。オッケー。はい、サポート、サポート。よせ。さあ、切り替えろ。はい。下ルール変えるよ。次、外の2枚がオフェンス、真ん中1枚ディフェンス。 OK、 はじき終わったら離れて。いいポジション立ち位置取って準備しとけよ。相手のここのキッカー、ボール保持の状況を見て前後しろよ。シュートが来るのか、シュートがないのか。
いつ声出すんだっけ。もう一歩目だよ、一歩目じゃないとディフェンスが何していいかわからない。そこ狙っとけよ、キーパーが。しっかりキーパー狙って。ラスト一緒ね。Thank you.